シナさん山頂シナさんの位置ナイさんは、ナイ半島にある、モーセが神から十回を授かったとされる場所。ホレーブ山とも呼ばれる。聖書のシナさんの正確な場所は定かではないが、アラブ人が、ジェベル・ムーサーあるいはムーサー山と呼ぶ、シナイ半島南部の山に古くから否定され、アブラハムの宗教によって神聖しされている。 ジェベル・ムーサーにはモーセに関わる伝承を持つ泉や岩が数多く存在し土地の人々の信仰の対象となっている。3世紀には聖カタリマ修道院が建設された。一方、ジェベル・ムーサー近辺には聖書の描写に合致するような広大な平原が存在しないこと、エジプトからパレスチナへの通り道としては南すぎるなどの理由から近年、 一部の聖書学者たちは、その北側のラッサフサファを、シナイ山と同定している。他方、ロンワイアットは、ミディアンの地を、アラビア半島北西部とし、シナイ山を、同地のラウズ山に否定している。エジプト第一王朝以来、シナイ半島は、エジプト王国の領域であり、で、エジプトというからには、シナイ半島を出なければならず、モーセが割って渡った海も、航海ではなく、 赤羽湾であったとしている。赤羽湾を渡れば、目指すミデヤンの地も、ラウズ山もすぐである。白川吉一番の、世界百名山は、原則的に鉱山が選出されるが、その人類の精神史との重要な、関わり、信仰の対象から例外的に先行されている。リストでは最も標高の低い山であり、ついで北朝鮮の白頭山である。ありがとうございます。